食7チャンネルでございます。今回は奈良県生駒市にありますグリーンプラザ山町さんにお邪魔しております。長坂さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、今回はですね、はい、ちょうど背丈でいうと、はい、まあ大きくなって2、30センチぐらいのイメージですね、はい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 、それぐらいのサイズ、はい、の植物の植物、はい、ちょっと紹介していただければと。まずはこのエリカ。エリカ、はい、めちゃくちゃ花咲いてます。実はこいつ、あの順調に育ったら僕らの膝ぐらいまでは来るんで、もうちょっと大きくなるかもしれませんけど、うんうん、すごいな、はい、ホワイトデライトっていう品種ですね。お、はい、あのつぼみから咲き始めは白の花なんですけど、先端のこの一番先端がピンク色が出てきます。え、ちょっと待ってください、はい、これ、はい、今、はい、トレイの中で、うん、え、これピンク色じゃないんですか。あ、ね、この従来のエリカホワイトデライトっていうのは、うん、あの咲き始め白で、はいはい、日にちが経ってこう、まあ、寒さもしっかり当たってくるとこういう風にピンク色が発色してくるんですよ。へ、確かに名前で言うとホワイトやから白色なんですね。はい、そうなんです。じゃあ最初は白で咲いて、そうです、そうです。でこんなに鮮やかにピンク色に変わる、ピンク色が出てきて面白ピンクの花になるんですよ。すごいな、はい、で実はこっちのエリカ真っ白じゃないですか。これ真っ白ですね。これ真っ白、これあの実はフイリバー、あ、これ同じっていう表記がされているように、あの葉っぱがちょっとライム色で普通のホワイトデライトとまた性質が違うんです。本当ですね、同じホワイトデライトやけど、はい、色合いが全然違う、全然違うんです。ちょっと明るい色、これフイリバなんですね、はい、で花は同じようにやっぱホワイトデライトなんで白いんです。これ白いですよね、はい、こいつもだんだんピンクになるんですけどこっちの従来のホワイトデライトほどピンクにならない。なるほど、薄い目のピンク。あ、じゃあこれも一応ピンクに色がなりますね、はい、今見ていただいてるタイミングはちょっと真っ白です。なるほど、すごく綺麗みたいな、はい、やっぱちょっとフイリバと普通のじゃちょっと性質も多少ね、多少変わりますね、うん、違いはやっぱ出てくるとは思いますけど、はい、でもそれにしてもね結構立派に伸びてくるんですね、はい、そうですね、うん、ただ沖さんがしっかり当たったほど花はよく咲くと思いますから。なるほど、はい、できるだけ日当たりのいいところで、まあ、花壇も花壇に植えても、ね、花壇の後ろの方に植えていただいたら立体感としてしっかり作れるかなと、うん、ちょうどだからそれぐらいの高さの植物ね、高中低の中あたり欲しいっていう、はい、そうですね、時に欠かせないですよね、はい、欠かせない、こういうタイプっていうのは、はい、さて、はい、隣もでこっちがエリカ。あ、これもエリカなんですね、はい、でこの細かい花が咲いてるんですけど、お、繊細、はい、プリティレッドっていう品種になります。わ、繊細ですね、はい、この葉っぱもすごく細かくて、なんか冬に合いそうなね、うん、結構いいと思いますよ。例年人気ですね、やっぱり。これはサイズ的には寄せ植えとかに使ってもいいですか。あ、大丈夫ですね、特に鉢植えの寄せ植えなんかにはちょうど手頃な高さになっていいかなと思いますね、うん、あ、じゃあ割と背景とかにも使える感じですよね。あ、使いますね、はい、めちゃくちゃ大きくはならないですけどいいかなって思います、ね、なんかでもレッドってついてますけど、はい、ちょっと優しいね、淡い、ね、はい、ちょっとピンクっぽさも残しつつ、うん、ですね、なんか冬にちょっとなんか優しい気持ちになるなみたいな色合いですけど、はい、これもおすすめですね、はい、そうですね、はい、でこれも実はエリカです。あ、これもエリカなんや、はい、セシリフローラっていう品種名がついてますけど、一応花は咲くらしいんですけど、うんうんうん、もうまだ見たことがなく、今どちらかというとリーフとして楽しんでますけど、これは今伸びてきてますけど、ここからまた花もつくし、はい、そうですね、ただでもこのままでも美しいですよね。そうですね、もう常緑樹として、なるほどね、はい、見てもらうことはできると思います。こういう茎の立ち姿とか樹形みたいなものも楽しむにはすごくおすすめっていうね、はい、これもだいたい成長しても2、30センチぐらい、もうちょっとなるかな、やっぱ50センチぐらいまでは見といていただいた方が、そんな感じの品種です。ちなみに伸びて切っていいんですかね。いいですよ。あ、じゃああまり気にせず、はい、うん、大きくなったらブサッと葉っぱのある範囲で、なるほど、エリカはどの品種もですけど、うんうんうん、切っていただいて大丈夫ですね。じゃあ割と樹形も整えながら、整えながらできます。と、はい、あ、これはね鉢植えでもお庭でも活躍しそうな、うん、アイテムですけど、はい、さあ、そして、そうですね、でまあここら辺がここ数年人気になってきたヘイベイっていう植物のシリーズですね。これもね、リーフがすごく美しいね。本当リーフが値打ちみたいなところもありますけど、そうですね、特にこういう
ピンク系なんてめちゃくちゃ綺麗、これインパクトあると思います。すごいですね、はい、まさになんか何色かと言われるとトロピックみたいなイメージもちょっとなりがちですけど、斑入りであってピンクがかってて、まあはい、でこの寒さに当たるとよりピンクがはっきりと出てきますから。これ軸も赤いんですかね。軸も赤いですね。結構面白いですね、はい、これ隣にも同じ赤い。そうですね、これも平米で、これはより赤いやつ、より赤いですね、はい、こっちもアイスイザベラですね。アイスイザベラ、はい、例えばこの2種類並べるだけでもね、はい、そうですね、ちょっと色が変化していきそうで面白いし、ね、はいはい、ね、だからよく見るとね、同じような形してても灰色が違うだけで、ね、全くそうですよ ね違う植物、違うものに見えるっていう、はい、見えますからね、うん、割とこの辺のサイズ感といいますか、うん、中ぐらいのサイズって、はい、やっぱり結構需要あります。かなり需要あると思います、うん、特に冬場の植物っていうのはあまり背が高くなる植物少ないんで、まあ、パンジーでもビオラでもそうなんですけど、低いですから、その背景に植えたいとか中心部に植えたいねんって言われる時には結構人気っていうか、うんうん、手に取ってもらいやすい品種かなとは思いますけど、ね、なるほどね。じゃあこの冬に寄せ作るぞという方は、はい、花とリーフ選んでその間に中ぐらいの高さ、ね、こういうエリカの平米あたりをちょっと一度試してみては、はい、とても便利なアイテムと思います。いうことで、まあ、今回はじゃあちょっと中ぐらいの背丈の植物ということで紹介していただきました、はいはい、お願いします。グリーンプラザ山頂よりお送りしました。長迫さん、ありがとうございました。ありがとうございます。